今日はイモオスの時に来ています。明日頑張ってこようと思うので、結果を残してこようと思うので、皆さん応援していてくださいやばい、爪折れた今。悲しい、爪が折れちゃいました。こんばんは。頑張るよ。そう、ここは今私は何県にいるでしょうか。じゃあヒントね。ヒントは、待って、めっちゃでっかいヒントかも。徳川家康。はい、まず第一ヒント、徳川家康。そう、ちょっとね、今ね広島県外の旅館なので、ちょっと声を静かめに。徳川家康、お茶。もう駅に降り立った瞬間にもうお茶の匂いがすごいし。ヒント、お、すごい、みんなお茶大ヒント、お茶大ヒントだったかも。え、すごい、そう、さっきはマヒナさんとですね、ちょっとね、私の人生初サウナに行ってきました。マヒナさんが調べてくれて、人生初サウナに、初サウナしてきました。サカツ、もうさ、すっごいポカポカ、まだポカポカ、上がってまだ間もない、間もなくはないか、ちょっと時間は経ったけどまだポカポカです。このまま布団に入って寝たら最高。めっちゃ良かったです、超感動しました。そう、初整うね、整うっていうね意味合いがね分かりました。確かにこれは整う。みんな、くまちゃんありがとうございます。そう、やけんさ、やけん髪の毛もさ、こんなパッサパサないよ。ちょ、サウナってね、なんかね、あの入り方を多分ね、私ね間違えた、ミスって、なんか髪の毛傷ませちゃったかもしんない。なんか髪の毛を傷ませない、あとあれだわ、まだヘアオイルを塗ってないので髪の毛がパサパサ、パサついてます、朝つき上げてます。ありがとう、みんな、くまちゃん、くまちゃん集めてます、絶賛くまちゃん集めてます。でも水分もしっかり飲んで、体から水分が足りなくならないようにしっかり。しっかり。過ごしましたよ。でもすごかった。なんかそこのサウナめちゃくちゃ人気みたいで、あの、こんな夜なのに、あの
その入店するまでに4人待ちとかでした。なので待って入り待ちして、そう、まひなさんと行きました。お、鶴岡さん1600回目訪問ありがとう。すごく良いです、整いました。でも明日がイモス本番なので頑張ってきます。そう、行列のできる、お、ありがとう、こちらこそですよ、これからもよろしくね。整ったわ、整ったわやな。配信始まったの気づかんかった、こっそり始めたからね。そう、頑張るやつ、そう、頑張らんにいけんけん、みんな応援して。今日は練習でした。今日は丸一日練習して、そこからです。とりあえず応援しててくださいそのとりあえずのみんな応援が私たちの力になるので、なっちゃん頑張れ、ありがとう。ドアップありがとう。あ、ヘアオイルで髪の毛が潤いました。頑張ってください、ありがとうございます。今来たばかりで分からんけど頑張ってね。あ、でもね、あれよ、何を頑張るかは、そう、何を頑張るかがちょっと言えないんで、なんかそう、みんなにとりあえずただ応援してもらってた人でした。よいしょ、ショートカットなっちゃん、いいわ、ありがとう。明日も早起きです、頑張ります。そうだ、そうだ、よいしょ、ドル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 、足にこれを貼って寝ます。これ炭酸柔らか、炭酸で柔らか足パック、これを貼って今貼ります。腕のそうめん、かわいいでしょ、黒いそうめん貼りたいと思います。ふくらはぎ貼っていくよ。6時間、約6時間。わ、最高、最高だ。ジーンズのダメージすごい。え、見えた？そう、私なんか骨格診断をしてもらった時に、なんかダメージジーンズがめっちゃ似合うよっていうのを教えてもらって、ちょっとダメージジーンズ電話してマッサージさん思うか、それもあり。うわ、最高、最高です。ありがとう、くまちゃん、ありがとう、くまちゃん。髪の毛がもう、よし、貼れました。私何も時間見ずにやっとるけど、
大丈夫かな休息時間。でもねこの休息時間にね変わるね、これめっちゃいいんですよ、このメグリズムの炭酸で柔らか足パック、これがめちゃくちゃいいよね。まず足を酷使した次の日はこれを使ってみてください。あと12分、ありがとう教えてくれて。あと12分ね、本番になっちゃそう、本番になっちゃそう。初めて見た。あ、でもね最近これコンビニにも売ってるんですよ、ぜひ見つけたらこうって見てください。お風呂誰、お風呂誰、どういうこと、まひなさんと一緒に銭湯なのかな、行ってきない、サカツしてきました。サン、ピエトレモン、そう、サウナの後風邪ひかないように。へ、そうなん、サウナの後って風邪ひくん、気をつけんにゃいけん、それはそれは気をつけよう。サウナの後に風邪ひいちゃ元も子もないとさ、気をつけるね。明日の、え、ね、明日のさ、明日の静岡ってさなんか天気悪くない？でもあれか、なんか多分朝に雨が100%ってか、今雨降ってるんですけど、朝が 100% で多分自分たちが動き出す頃にはもう 0% になってた、降水確率一応なので安心。確かに今日はまひなさんお疲れ様ひな禁止です、してたら多分取りためとかだと思うわ。今日は私が監視してましたね。でもしかしたらコンビニで買っちゃうかもしれん。あと9分だ、早いね。チョロ縛り、そう、髪を最近結べるようになったんで、ここぞとばかりに結んでいます。お、明日静岡晴れ、よかった。にゃつきやで。今日のなっちゃんは楽しいことが勝ち越しました、勝ち越しました、てかめっちゃ楽しかった。どこにいるんでしょう、にゃつきは常に俺の心の中に。そうだよ、え、静岡のおすすめいっぱいある、教えてよ。教えて教えて。マリアさんありがとう、そういい一日でした。誰と一緒でしょう。
まずまひなさんはいます。あと一人誰でしょう。当ててみてください。3人です。まさかの3人です。お、すごい。当ててる人いる。正解は姫たんです。さこ姫かです。姫たんはもう今寝てます。多分爆睡、爆睡中。赤ちゃんは寝てます。感じ違くない？ね、寝る子を育つ眠り姫です。